と亀井さん、どうもコミンコです。ハローノコです。アンコーキーラナノーラです。早速ですけどね、僕たちモブキャラがねできることはインタビューしてございません、はい、となるとね、手に持ってるもんは何ですか。これは電気マッサージじゃないですか。はい、そうです、電気マッサージでございます。はいはい、はい、こちらね、普段電気マッサージって肩とか肩こりに不要に作られてる構造じゃないですか。まあまあ確かに、はい、でもね、女性の方々、はい、これ見たら笑ってしまう部分がよくあるんですよ。ホテル行ったらこれ置いてるじゃないですか。はいはい、これ見てやらしてって言ったら笑っちゃうんですよ、女の子。どう思います。まあ、そう、スケベなこと考えてるんじゃない。スケベなこと、そうです、スケベなこと考えてる。そういうことです。とりあえず今回はマイク代わりに電気マッサージを出してみたら女の子全員笑っちゃう説。いかがわしいこと考えちゃうんですよ。普通のマイクもね、今のっぽさんが持ってるんで交互に試してみて検証してみて。はい、まあ、てかもう気づかない人も多いかもしれない。気づかない、マイクのまんまやと思う人も。こうしますわ。あー、確かに。こうしますわ。目の前で。これってコンセントさんってどこ繋がってるんですか。どこ繋がっておりません。繋がってるように見せかけての、あー、なるほど。スイッチオンしてもね、動きません。絶対ケツの穴入れてるよ。誰がケツなのよ、ほんとに。じゃあ、オンの音だけやってもらっていいですか。それでは早速マイクの代わりに電気マッサージをつけたら笑っちゃう説まで3、2、1。はい、早速ですけどね、やっと見つかりました。いや、もうね、路上ライブされておりまして、ちょっとなかなかね、もう捕まらなくて、やっと。ずっと歌ってたもん。本当にやることなかったんですよ。まあ早速ね、本題何ですか。あ、そうですね、ちょっと簡単なインタビューの方、やらせていただきます。好きな男性とかどんなタイプ。おう、言いましょう。はい、親切、はい。おお、なるほど、まあ、結局はもういい人やね。あ、もうね。はい、続いて、赤子ちゃん。尊敬できる人から心が一個ある。おお、二人ともしっかりしてるね。まさやね。しなるしろが。そうね。コメさんからなんか、そうですね。もう私の質問はね、特に聞きたいのは、好きな男性はいるんですかという質問をちょっと聞きたいなと思って、好きな男性います？今はいないです。いない。でも推しはいます、ね。推しはいる。はい、まあ。推しと好きな人はまず違うもんね。まあ続きましては赤木ちゃん行きましょう。いない。いない。いやね、まあ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 、これを見てなんかどう思うのかっていう部分なんですけど、これ何ですか。おわ、びっくりと笑いませんでした、これ。健全ってことだよ。健全ということでね。すいませんね、今回の企画で、ね、ちょっとぶっちゃけ言うと、電話を見たら、もう女性は絶対くすりと笑ってしまうっていう企画だったんですよ。あ、全然。まあ、笑わない、健全ということが分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではね、どうですか、最近、男性関係は。あ、男性関係、気になりますね。どっか行きますか。いや、行ってない。あ、行ってないですか。ちなみに、彼氏さんとかはいないですか。いいんですか。ありがとうございます。じゃあもう全然もう触れ合ってないという。まあそうですね、怪しい店じゃないですよ。学生さんですか。学生です。あ、学生さん、大学生。はい、かわいい。いいな、なんかイチャイチャすんなよ。いやいや、かわいいな。そうですね、あ、米さんからも何かあります。まあ私からですね、まあ一応、まあそうですね、早速ですけど、まあそうですね、早速ですけど、過去に彼氏さんはいたことはあります。あります。あります。ないですか。あ、なるほど。じゃあ過去にいた人たちに対して聞きますけど、何人ぐらいいました。はい、5人ぐらい。おお、じゃあ5人ぐらいでなんか機械とか使ったされた、機械とかなんか使用されたことあります。ないですか。まだされてもない。おお、まあ今ね、手元に持ってるやつ何だと思います。まあ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 、まあ、僕見てました。これ出てきた瞬間ニコって笑ってましたもん。マスコスでも分かってました。これやっぱり純粋な方はね、多分ボーっとしてましたから。純粋な方はね、と思うんですよ。でも一番分かってらっしゃるんじゃないかと思いまして、一回聞きましょうか。これ何だと思います。分かんない、分かんない。何に使用できそう。マッサージ。マッサージ、どこのマッサージですか。肩。肩。あー、ちょっとね、怪しい部分ございましたけど、まぁ、あ、ちょっとね、いやらしい部分ありましたけど、まぁ、あ、使用してる内容も分かってるのに、分からないふりをしたのはちょっと怪しいなという部分ありますんで、そちらをね、今後とも僕が教えてあげましょうか。はい、大丈夫ですか。はい。あ、いいの。やったー。はい、ということでね、はいはい、お姉様が出てくれるということで、ね、どこ帰りですか、ギャンブル。ギャンブル戦ってんな。5時間してた。5時間。もう意外ですね、ギャンブルとか好きな。あ、そうですね、はい、最近いつしました。9。はい、急にやった。9日。9日にやったんだけどね。どういう、もう結構何回もリピートさんですか、それ。初めて。初めて。おい、どこでやったんすか。仕事。お
おいということで、まあ、のっぽさんからありますか。まあ、そうです、まあ、せっかくなんで、好きな男性のタイプみたいな、なんかありますか。ランラン。あー、あれは、まあ、いつも見ていただいてるんでね。あ、もしじゃあ、ランランともしデートができますってなったら、どこでデートがしたいかなっていうのを。マリアン。ストレートやな。もう最上階で。マリアンって何の機会使用されたいですか。機会とかあるん。何も、まあ、いろんなもん。まあいろんなね、オプションみたいな。特にそれはなしで、もうランランだけおったらもう大丈夫。せっかくなんだけど、これどうぞ。ありがとうございます。繋がったらでも繋がってる。繋がってんねん。繋がってる。一緒に持って帰るってこと。いや、もう僕はセットです。僕ちゃんと取り外し可能なんで。あ、ちょっと待って。まあいかにもね、二人ともまあやってそうやな。まあまあ質問先どうぞ、ランランさん。いいですか、ね、はい。最近好きな人とかいます。全員好きな人。まあまあ夏なんで、ね、最近彼氏ですか。パレスさんのお名前は何て言うんですか。タカトです。タカトみたいな。どこで知り合ったんですか。ちなみにタカトこっちが声が来ました。どこで。普通に駐車場に車止まってて、かっこいいなと思って。絶対こうやって当てる人やろ。マジで。やってない。はい。あ、真面目な人。真面目な人。めっちゃいいの。駐車場行こう。もう本当に。いや、まあ、お姉さんはどうなんですか。彼氏はいないです。あ、いないですか。いないですけど、好きな人はいる。います。おーい。まあ、その人はもうやってたりは。いや、まあ、まだされてはないと。あ、なるほど、なるほど。まあ、彼女のは毎晩されてるってことですね。いや、やってないです。高田くん。いや、毎晩はもう付き合う前にしちゃって。おーい。あ、そこ声かけた時に。行っちゃう。行っちゃってますね。ね、じゃあ米さんからもね。あ、まあいいですか。まあお姉さんたちね、まあ俺僕も質問したかったんで、まあ早速ですけど、インタビューさせていただきますね。まあ早速ですけど、インタビューさせていただきますね。まあ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 、まあ、まずは彼氏さんもいるということで、どうしました。なんかあります。え、いやいや、どうしました。どこのマイクですか。あ、これはどこのマイクですかって面白い。メイドインチャイナですね。メイドインチャイナ。はい。そのマイク。あ、それは。知ってるんですかこれ。知ってるんですか。マジですか。有名ですか。何に使用するものなんですかこれは。じゃあ何に使用されるんですか。これ僕気になってんでずっと。え、逆に何に使ってるんですか。僕マイク代わりで使ってる。マイク代わり。これ何ですか。使用方法ってどうですか。あ、いやいやいや、まあやべえ、じゃあ一応ね、タカト君寝る、利用されてる。そうですね。ほんまにタカト君にやってもらってる。いや、でも自分でやる方が好きです。なるほど、自分派で。まあね、お姉さんもね、気になるんで、どうなんですか。まあまあ、使用されてるんですか。まあ、まあまあ。まあまあ、それは自分で自慰行為で。まあまあ、本当にね、ネタの話なんですけども、本当はまあこれを見たらどういう反応するのかっていうマイクの代わりにね。もうガッツキよかった、本当に。いや、これはガッツキますよ。おーもう僕も代わりにこれで今日一緒に。おーっとー、タカト君に怒られるな、これ。いや、もうタカト君と一緒に。あ、逆、逆にね。おピールどうですか。いいですね。あれ、誰が省いたの。まあね、ちょっと反応も良かったんで、これはちょっとプレゼントとして。あ、もらいました。ありがとう。